はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、第5人格で毎年行われている、このプレイヤーの人気投票によって、新しい衣装が作られるといった、超神イベントがねまたやってきましたんで、皆さんにねそちらのイベントについて詳しく、解説の方をしていきたいなというふうに思います。このイベントによってね、無料でもらえるアイテムであったり、なんと今年から新たに投票によって追加される新しいものというのもありますので、皆さんよかったらね、動画の方最後まで見ていってください。では早速これがどういったものかと言いますと、こちらの投票イベント、演劇の星、それと最高演劇という2つの投票に分かれていまして、演劇の星で選ばれたキャラクターには新しい SSR 衣装が、そして最高演劇に選ばれたキャラクターには新しい UR 衣装が、なんと新たにね、開発されるといった非常にね最高な、イベントとなっています。これがですね、まず演劇の星の投票が、4月の20日から4月の29日、この9日間で行われます。で、この一巻にね、ログインするだけで、こういった、少女の落書き、あとは、グレイスの落書き、あと手掛かりだったり、スコープだったり、この投票の件ですね、投票ができるミューズの手紙というものが、ログインするだけでもらえまして、さらに、こちらタスクと、投票をするとですね、こんな感じで、画家の落書き、踊り子の落書き、そして、SR 衣装開放カード。いや、これとても嬉しいですね。あと、キャラ体、体験カードであったり、また動くアイコンなどもね、こちらすべて無料でもらえますんで、ぜひね、この期間にね、遊んでみてください。で、こちらの演劇の星の投票の注意点なんですが、これがですね、過去に、行われたこの演劇の星で、選ばれなかったキャラクター、この、投票によって選ばれてない、今までこの SSR 衣装が作られてないキャラクターが、今回のね、この演劇の星の対象となってます。その対象のキャラクターがですね、ざっくり画面に出すんですが、こんな感じです。はい、という感じでね、過去に投票で選ばれなかったキャラクターがこれだけいまして、まあ、このキャラクターたちが今回のこの SSR になるキャラクターの対象という風になってます。なんでね、この演劇の星シリーズは、過去に投票で選ばれなかったキャラに、チャンスがあるというね、ほんと優しいシステムなんですよ。なんでぜひ皆さんの推しキャラクターが、この中にいましたら、ぜひね、この期間内に自分の推してるキャラクターに、投票をしてみてください。でですね、こちら、新しく SSR 衣装が作られるのは、サバイバーの上位、2名、そしてハンターの、上位1名という風になってます。合計で3キャラクターですね、この投票で選ばれたキャラクターたちが SSR 衣装になるという形になっています。そして続いてが最高演劇の投票の話です。これはですね、投票によって UR 衣装が作られるものですね。これが、なんと4月の30日から5月の14日、この期間にですね、新たな UR 衣装を決める、この激しい戦いがね、行われます。でですね、この期間も、無料でもらえるアイテムというのがありまして、ログインをするだけで、超講師の落書き、アイコン枠、そしてこの投票のカード、あと手掛かりかけらスコープ、こちらがね、もらえます。で、こちら投票をすることによって、動くアイコン、芸者の落書き、そしてキャラ体験カード、手掛かり、かけらなど、こんなね、アイテムをもらえますので、ぜひね、こちらの最高演劇の投票も、参加してみてください。で、この最高演劇の投票なんですが、これがね、めちゃくちゃ激しい戦いになります。というのはですね、この、最高演劇の投票に投票できるキャラクターというのが、過去の演劇の星で選ばれたキャラクターだけなんですね。なんで過去に一度選ばれてるキャラクター、本当にもう超人気キャラクター同士の、投票になりますんでね、これはね、すごいことになりますよ。で、こちらの、対象のキャラクターなんですが、医師、機械技師、踊り子、傭兵、祭司、占い師、納棺師、炭鉱者、呪術師、画家、囚人、少女、庭師、空軍、リッパー、白黒無常、写真家、血の女王、グレイスというね、感じになっています。いや、かなりね、皆さん今見てね、圧巻の感じだったと思うんですけど、これらが、過去の演劇の星で、選ばれて作られた衣装たち、あそこの、大投票で選ばれたキャラクターたちにね、なります。で、今年の投票で、この中から、最も投票を集めた1キャラクターのみに、新たに UR 衣装が作られますので、本当にね、人気投票の頂上決戦だと、思っていただいていいと思います。ですんでね、皆さん今のうちにどのキャラクターの新しい UR 衣装が欲しいか、どのキャラクターに投票するのかね、考えておいてください。いや、本当にね、めちゃくちゃ面白いよね、この投票で新しい衣装が作られるというのは。はい、ということで、こちらがですね、この最高演劇 UR 衣装が決まるものの、解説でした。でですね、皆さん、ここで終わりではございません。なんと、今年の、この投票からですね、新たなシステムというのが導入されます。これまではですね、この投票によって SSR 衣装と UR 衣装が
新たに作られるといったものなんですが、これがですね、なんと今年からね、あるものが追加されます。それが、この投票によって新たにですね、専属のアクションというのが、作られることが決定しました。ですのでね、皆さん投票によって選ばれたキャラクターに、この、ゲーム内、試合中なんかで使える、この専属のアクションが、なんとね、追加します。まあ、エモートですね。はい、それが追加されるということで、いや、これね、かなりびっくりです。でね、これもっとびっくりなことがあって、この専属のアクション、これを追加してもらうための投票を受ける、権利があるキャラクター、この受ける条件というのがですね、めちゃくちゃ厳しいんですよ。それがですね、なんと、過去の最高演劇で選ばれたキャラクターである、ということになります。なんで、つまりですね、今までこの最高演劇によって UR 衣装が実装されたキャラクターでないと、この専属アクションの投票には参加できないんですね。ですので、今年のこの、特殊アクションの、投票に関しては、過去にこの、最高演劇によって UR 衣装が実装された、まあ、今ゲームにも映っている芸者、美智子、そして調香師、この2名だけになります。はい、今年は、この2名での投票で、特殊アクションがどちらかに、追加されるということなんですね。いやー、本当にね、まさか、このもう UR 衣装のさらに上を行くっていう、上を行く投票をしますかということで、本当にこれはやばいね。うん。しかもですね、まあ、これ今年からの実装なんで、本当初の、このね、特殊アクション初のキャラクターに、なるわけなんで、それがね、芸者か、調香師、どちらになるのか、まあ、ぜひ皆さんの投票で決まりますんでね、まあ、皆さんこれも今のうちにね、どちらに投票するのか、どっちの特殊アクションが欲しいのかというのをね、考えておいてください。いや、ほんと運営さんもすごいことしますよね。いや、これね、新しく作られる衣装の数が本当にすごくて、演劇の星の新しい SSR 衣装が3個。で、最高演劇での新しい UR 衣装が1つということで、まあ、4つのね、新しい衣装と、1つの新しい特殊アクションが追加されるんですけど、これはあくまで、このね、アジアサーバーでの投票の、話になります。なので皆さんがね、まあ、普段プレイをしているであろう、このアジアサーバーでの話になりまして、で、なんと、この全く同じ投票というのが、まあ、本場の中国サーバーの方でも行われているんですね。ですので、こちら中国の結果と日本の結果、まあ、この2つの、サーバーのね、この投票結果が違ければ、先ほど言った4つの倍、つまり、6個の SSR 衣装、そして2つの、UR 衣装が、最大で実装されることになります。しかもね、この芸者と調香師の投票結果が、まあ、中国と日本で違ければ、これなんとどちらにも、専用のね、専属の、アクションが追加されるということになってるんですよ。ですのでね、本当にもうね、今回の衣装夢があります。最大で6個の SSR、2個の UR、2つの専属アクションというね、本当にもう意味わかんないですよ。もう過去最高に豪華な、そんなね、最高演劇となってますので、本当にね、皆さんね、ぜひいっぱい投票してみてください。で、まあ、この投票なんですけど、すごい面白くてね、ゲーム内から投票できるんですけど、その投票の時のリアルタイムの投票数とかが、見れるんですよね、このイベントは。なんでね、すごい投票してる時も、あ、今、ない、自分の推してるキャラクター何位なんだ、今これくらい投票入ってるんだっていう風に、なるので、いや、すごくね、投票をしてて面白いと思います。で、これ一人一票、投票とかではなくて、第五人格をたくさんやってね、この、投票のチケットを持っていれば持ってるだけ、この投票がね、できるシステムとなっています。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとここからね、ハンター使いながら喋っていこうと思います。で、投票のシステムなんですけど、今ね、何回かできるって言ったんですけど、確かこれショップでもね、投票の券が、売ってたのかなと思います。僕の記憶が正しければね。いや、本当にね、このね、演劇の星と最高演劇のシステム、その選ばれなかったキャラが次の年にワンチャンあるよっていうね、そう、本当、そう、選ばれなかったキャラクターにもスポットライトが当たる、本当にね、いいシステムなんですよ。だからね、結構このシステムでね、自分の欲しいキャラに、今年こそね、衣装が来る人もかなり多いと思います。はい。まあ、ただ、こっからちょっと僕の個人的な意見になるんですけど、あのね、この人気投票もいいんですけど、人気ない投票もしてくれないかなってちょっと思ってて、運営さんどうですかね、人気ない投票してくれませんか。ちょっとね、まあこれ、毎年行われててね、毎年毎年、こうやって選ばれなかったキャラクターが次の年に、チャンスがあるっていう形なんですけど、言うてですね、1年あると、いろんな新キャラクターが登場するんですよ、第五人格は。もう素晴らしいことですよ。新キャラクターが登場するって素晴らしいことですよ。もう可愛いキャラとかね、最近もね、記者、新サバイバー記者とか出てね、そう、可愛い子が出てくるんですよ。まあ、そう、ハンターも夜の番人とかね、そういて、可愛い、かっこいいハンター、サバイバーが来てて、これどういうことになるかというと、まあ、
その年で、選ばれなくて、もう次の年にチャンスがあったとしても、また新しい可愛いキャラたちに人気取られちゃって、あの人気のないキャラクターは一生選ばれないんですよ。そう、人気投票なんてね、しょうがないんだけど、そう、人気ないキャラはね、一生以上出ません。はい。まあ、これが現実で、本当にもう、変えられない事実なんですけど、それがね、ちょっとね、人気のないキャラクターを使ってる人たちはきついんじゃないかなって、と思うんですよね。もうこんなこと言い出したらキリないんですけどね。まあ、その代表として僕が、ね、入れるわけで、でも一番人気ないキャラクターのバルクをずっと使っててね、まあ、やっぱ本当思うわけですよ。衣装がないなーってね、そう。だからちょっと運営さんにぜひよかったね。もしこのね、動画、まあ、見てるわけないと思いますけども、まあ、もし見てたら人気ない投票。人気ない投票ね、ちょっとお願いします。なんかね、衣もいいしね、人気ない投票ってね。うん、すごい衣もいいし、だからちょっと人気ない投票で。逆に面白いじゃんね。逆に一番人気ないキャラに衣装もちょっとおまけであげますよ、みたいなね、面白いじゃんね。まあでもね、これ実際持ってる人結構いると思うんですよね。やっぱね、どのハンターにもファンというか、まあ、推してる人がいるんで、やっぱ人気ないキャラクターを推してる人は、まあ、やっぱこういう風に思ってる人も多いんじゃないかなと、まあ、いう風にはね、まあ、思います。うん。だからそういう人たちも、まあ、ね、スポットライトが当たるなんかイベントとかね、そういう投票じゃなくてもなんかあったらすごい嬉しいよね。本当ね、全部のキャラクターでもね、やっぱ運営さん的には難しいと思うんでね、本当に。衣装って開発するだけでもものすごい時間もかかるだろうし、あと費用とかも本当かかるだろうしね。やっぱね、その分だけ、しっかりとね、やっぱ人気のあるキャラクターに実装するっていうのは、まあ、そこはもうしょうがないというか、もうしょうがないんですよ。これが全てですから、世の中のね。いやー、でも今回の投票も本当楽しみですね。誰が1位になるかな。誰だろう、誰なんだろうな。まあ、やっぱり祭司とかもね、本当に全然可能性あるし、あとハンターもね、血の女王マリー様とかも本当人気だし、もうね、この今回のこの選ばれるキャラもう人気なキャラしかいないんで、ちょっと予想するのがすごい難しいですね。だからこそね、今回のこの投票もすっごい楽しみです。いやー、これさ、あと新しくね、特殊のアクション、専用のアクションも追加されるって言ってましたが、どんなものが追加されるんでしょうね。すごいよね、ほんと。いや、めちゃくちゃおそらく豪華なんでしょう。うん、この感じだとなんかいずれなんだろうな、衣装とアクションってきて、あと何があるかな。なんか専用の動く落書きとかもね、なんかそのうち実装とかされそうですよね。そうなると本当にどんどんなんかいろんなものが追加されてすごい楽しくなりそうな気がしますが、はい、ということで皆さん、今回はですね、こんな感じで、新しいこの人気投票についての、詳しい解説の動画でした。まあ、ぜひね、コメント欄で皆さんが何に投票するのかとかね、何の衣装が実装されてほしいなとか、あったらよかったら教えてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。